にゃーこー。昨日の話なんだが、帰り道に神社があって、そこで小学生が猫の声真似して猫を呼んでいるのを見て和んでいると、なんだかドスが効いた声がにゃーごーとプラスで聞こえる。しかも全然似ていない。なんだと思って見てると、でかい体を丸めて外人の兄さんが猫を呼んでる。小学生が対抗して可愛い声でにゃー、さらに対抗外人さんにゃーごー。小さなミキが小学生に寄っていくのを悔しそうに見ているが、そのお兄さん卑怯にも懐から煮干しを取り出した。あ、ずるいぞ。小学生の言葉に同感。ふっ、勝ったと言わんばかりに煮干しを振ればミケが近寄ってくる。満面の笑みで右手にカメラ、左手に煮干しのお兄さん。あと数歩の距離までミケがやってきた瞬間、にゃーごーって外人の兄さんが言った。ミケが逃げるのも理解できるのぶとい鳴き声だった。ミケは逃げた。うん、怖かったんだね。凄まじい逃げっぷりだ。しょぼーんとなっているお兄さんの横に同乗した小学生が反対側にいた白猫を指さすと首を振っている。どうやらミケがいいらしい。ちょっと距離があったから会話まで聞き取れなかったんだが、落ち込むなよ、協力してやるから、ほら煮干し。本当ありがとう的な感じな二人を植木の間から延々見て和んだ。 We love Japan。 東方国際交流が結構盛んな高校に通っております。韓国からドイツまでいろんな国から留学生が来たり、こちらからも留学したり、多分その関係で昨日うちの学校にローマ市から10人ほどの高校生がやってきました。目的は平和研修。特別クラスの人たちとディスカッションをするということで、顔を合わせる機会がなく残念だったのですが、今朝学校に来てみて驚きました。黒板には We love Japan という英語、イタリア語でチャオや他にもいろんな言葉が、拙いけれど可愛らしい感じで平和とも書いてありました。その後先生に高校生たちの様子を聞いて盛大に和みました。ディスカッションの後、なぜかうちの教室に来て、ここで日本の高校生が勉強しているということにとてもはしゃいで喜んでいたそうです。何でも写真をパチパチ撮っていったとか。国は違ってもやはり同じ高校生なんだなぁとしみじみ感じました。先生が面食らったのが、日本の高校生は週に何回学校に行くのかという質問だったそうで、イタリアの高校生は週に 2,3 回しか学校に行かないそうです。なんじゃそりゃ